絶対にクリアしてやるぜ。善一、君だけが頼りだ。善一くんなら行こう。うわー、善一。さて、今回バグが発生しているのはこのシューティングゲームだ。スペースファンタジーだぜ。テンション上がるな。このゲームは HP 制になっていて、機体の HP がゼロになるとやられてしまう。何度か当たっていいってことだな。そうなんだが、今回のバグは最初は慣れてないし、突撃だぜ。全ての攻撃が強化されていて、一撃で落とされてしまうんだ。だったら体力性の説明いらねえじゃねえか。本来の仕様の説明はしておくべきだろう。それにしてもシューティングゲームが4人で遊べるなんて楽しいね。そうピコね、協力して遊べるってやっぱり楽しいピコ。本来はそういうゲームで、そこが醍醐味なんだけどね。ただ結果として一撃でやられてしまうので。やべえ、うわー、連携する間もないのが問題だ。まるで昔のゲームみたいだな。昔のゲームってどういうことだ？これは何が悪いというわけじゃなく、歴史のような話なんだけど、昔は今よりも理不尽なゲームが多いって言われてたんだ。理不尽？避けられないほどの弾幕、一度食らったらゲームオーバーなシステム。当時はまだ手探りで作られていた時代だったからね。そういうゲームも多かったんだ。なるほど。でもそういうゲームたちだってゲーマーによってクリアされてきたんだろ？確かに。ただ一部の本当に熱狂的なプレイヤーたちの手によってだけどね。聞いたことがあるぜ、俺。何をだい？当たらなければどうってことはないってな。宇宙世紀っぽい単語が飛び出たピコね。ぐわーわー、当たらなければどうってことないけど、当たったらもう終わりピコよ。この弾幕量ではね。どうだいピコピコ、何かわかりそうかい？ちょっとわかったことがあるピコよ。何かしらの攻略に役立ちそうか？役に立たないってことはないんだけど、このバグは完全にプログラムの指示で動いてるピコね。どういうことだ？必ず同じ場所、同じタイミングで弾が現れてるってことピコ。それならその流れが分かれば。そうピコね、分かればいいんだけど、途中からの流れが分岐してるピコよ。分岐？必ず同じなんだけど、何が起きるかは複数種類あるから、それを全部丸暗記しないとダメピコ。大変だって。それじゃあすごいパターンの弾数を予測しなきゃいけないってことでしょ？そうなるね。でもいつもの流れってことは、バグがあるのはこのステージの最後ピコ。なるほどなっと。善一、どこに行くんだ？当たり前だろ、もう一回挑戦だ。こんなの覚えるの大変だよ。ステージの解析はちょっとずつ頑張ってるんだけど。俺さ、多分だけど解析してくれてもこんなの覚えらんねえかなって。だから何度でもプレイして覚えるしかないんじゃないかなって思うから、とにかく頑張ってくるわ。善一、善一は何度も何度もプレイするけど、やっぱりこの量の弾幕は避けられない。だから僕たちは全員で協力をして分担してステージを暗記することにした。それは善一が諦めないで何度もプレイしてくれたから叶うプレイングだった。避けられないほどの弾幕、一度食らったらゲームオーバーのシステム。当時はまだ手探りで作られていた時代だったからね。そういうゲームも多かったんだ。なるほど。でもそういうゲームたちだってゲーマーによってクリアされてきたんだろ？確かに。ただ一部の本当に熱狂的なプレイヤーたちの手によってだけどね。じゃあ諦めなきゃ。
いつかクリアできるってことだ。そこは下から弾が来る。上にも待ち構えてる敵がいるから気をつけて。ありがとな、みんな。こいつに何度も弾かれたんだ。急げ善一、その弾は全部中央に集まってくる。オッケー。だから集まってくる前に中心を抜け切る。避けた。やったぞ善一。すごいピコ、もう何回やられたかわからないくらい頑張ったピコよ。やるピコね善一。おっしゃ。抜け切った先に待っていたのはこのマーク。ノイズの仕業だったんだな。ノイズだったのか。このバグを修正してやるぜ。やったぜ。やったやったピコ。こうして俺たちは何度やったかも覚えてないぐらいのリトライの末、ゲームをクリアして無事バグを消去することに成功した。ありがとな、さっきの話。さっきの話？昔は理不尽なゲームがあったって話。昔のゲーマーも何度も繰り返してゲームをやったって話を聞いて、なんか勇気湧いた気がするんだ。確かに言われてみれば、昔のプレイヤーもネットも何もない世界の中で繰り返し何度も経験をして学んでいった。僕たちも学ばなくちゃいけないね。だよな、攻略情報とかじゃなくて何度も繰り返して挑戦する、最高の攻略方法だと思ったぜ。なるほど、善一らしいな。なんだよ、覚えたりするのが苦手って言いたいのか。そんな風には。